俳優の窪塚洋介が21日、都内で行われたワウワウハリウッド共同オリジナルドラマ東京バイスシーズン2舞台挨拶に登壇した。本作の主演アンセル・エルゴートのほか、渡辺謙、菊地凛子、笠松進、窪塚洋介、真矢美希が地上40階を超える高層タワーから夜景を前にイベントを実施した。本作はワウワウと HBO MAX の日米共同制作による超大作ドラマシリーズ第2弾。東京の大学を卒業したアメリカ人青年ジェイク・アンセル・エルゴートは故郷に戻ることを勧める両親に反し、日本の大手新聞社に就職。警察担当記者となったジェイクは特ダネを追いかけるうち、ヤクザ絡みの事件を手軽で解決する刑事片桐渡辺と出会い、イベントの途中カー店がオープンされると壮観な東京の夜景が一面に広がった。窪塚はこの高さは無理ですわとぽつりとつぶやけば、笠松はアイカンとフライトはあるのり、渡辺はコラコラと静止しながらも物語の舞台が90年代であることを視界から振られると、渡辺は思い出してしまうんですねと窪塚に向けいたずらな笑みを浮かべていた。若きヤクザのリーダー佐藤を演じる笠松とその兄貴分葉山を演じた窪塚、笠松が窪塚さんとのシーンが多いんですけど、とっても楽しかったです。シーズン2はさらに孤独になってるけど窪塚さんがいてくれたので頑張れましたと感謝すれば、窪塚はまあいびってたけどねと兄貴の顔をちらり、